フレックスの大人気ハイエース、内装仮想の秘密を公開します。豊かなハイエースライフを、ゴンダマンです。フレックスはハイエースの販売店を数えると全国で約30店舗、ランクル店やハイエースベース、フレックスファクトリーを数えると80拠点を超えます。今回の動画ではハイエースを切り口としたフレックスの秘密に迫ります。視聴者の皆さんが聞いたことのある内装仮想が今回のテーマです。ここで内装仮想の単語の意味をご共有します。はじめましての方も多いでしょう。車両の内装を改造し特殊な仮装を加えた車両のことを指します。市場を見るとベース車両はハイエースが圧倒的に多いですが様々です。フレックスではハイエースをマルヒの拠点に一度集結、そこで簡易車中泊仕様に仕上げ全国の販売店へデリバリーする方式をとっています。そして販売店でお客様の理想や悩みをお伺いし最適の1台をご提案、プラスアルファで追加のカスタム等々を施工しご納車までをスムーズに行わせていただきます。実はこの流れの中に重要な部分があります。フレックスの内装仮装車両は全て合法に安全に登録を行っています。全国どこの車両検査場へお持ち込みいただいても気持ちよくストレスなく運用ができる状態に整えています。さて変だ、振り返って感じることとして全国のフレックスハイエース船に内装仮装をした車中泊仕様のハイエースが潤っているのはなぜだろう。実は大きな工場があるんでしょ、従業員が大勢いて昼夜フル活動してるんでしょ。違います。動画後編で伝わる内容ですが工場はさほど大きくはありません。どちらかというと小さめです。従業員が多いわけでも決してありません。ですが年間数千台のハイエースを内装仮装し全国のフレックスハイエース店にデリバリーを行っています。大きく2つのマルヒ拠点があります。部材の保管、製造、配送を行う物流の拠点、ハイエースに部材を組み込み店舗へ配送をする製造の拠点、どちらも初公開です。画面内緑色の枠はハイエースの内装仮装をしているマルヒ拠点です。全国の製造拠点では常にハイエースの内装仮装をしています。そして必要な部材はとある拠点で一括で管理、この量が数日間で回転し入れ替わり続けます。とんでもない規模感ですね。私ゴンダマン、今回 YouTube 取材班としてフレックスのマルヒ拠点に潜入をしました。今まで製造工程に密着することは多かったんですが、部材の管理、段取りのプロフェッショナル、この実態を知った時は衝撃的でした。半端ないです。今まで説明中に流れていたのが物流の拠点での映像ですね。ここからは製造の拠点を担当の豊田さんをゲストに招きご紹介を進めていきます。ぜひ明日の話題にでもよろしくお願いいたします。それでは本編をどうぞ。豊かなハイエースライフをゴンダマンです。フレックスの内装仮装の車両、全国どちらの店舗に行っても豊富にございます。こちらのフレックスハイエースチャンネルでたくさんのハイエースに関わるコンテンツを配信してきました。実際には店舗で撮影することが多かったんですが、あまり裏の事情っていうものは皆さんに公開する機会少なかったと思います。今回はシートアレンジ大量生産の秘密に迫っていきたいと思います。やはり、今の SNS の時代というとあれなのかもしれないですけど、購入元のことを詳しく知ってるってなんか粋じゃないですか。ついついハイエース乗ってる友人に喋りたくなっちゃうとか、ちょっとした話のネタにでもなったらいいなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さん最後までご視聴いただければと思います。ということで本日のスペシャルゲストです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。豊田さんです。お願いします。はい、もう準レギュラーという形で2度目のご出演ですね。はい、ありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日はもうトップシークレットの拠点にカメラを向けるということで、後ろにねハイエースがたくさん並んでいて、そうですね、工場もあったりするんですけれども、こちらの拠点は部材を保管しておく拠点ではなく、その部材たちを集めて、で車も集めて実際に組み立て製造出荷を行う拠点ということですよね。そうですね、はい。なるほど。もうこれはインターネットでも出てこないマルヒの拠点でございます。実はフレックスバックにこんなものがあったんだよっていうところを実際に乗られてる方たちにもここで買ってよかったなと思っていただきたいので、はい、今回は豊田さんに解説していただこうと思います。はい、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、皆さん。
さあ豊田さん、はい、トップシークレットのマル秘拠点、はい、同じこと2回言っちゃいましたね、はいはい、全国のフレックスの内装仮装を製造している現場に潜入ということです、はい、豊田さん、今一度ご確認したいんですが、はい、このようにカメラが入ることって普段ないですか？いやほとんどないと思いますよ、はい、そうなんですか、はい、そうですね、こちらに関しては、はい、一般の方も見ることはないのかなと思いますね。そうですよね、今回作業風景をかなりリアルに見ることができる。そうですね、はい、ということですよね。そうなりますね。それは楽しみです、はい、じゃあ早速拝見したいんですが、はい、まあ、今映像に車が3台映っています。そうですね、はいはい、これ順番的にはどちらから触れていくのが、まあ、視聴者の方には入りやすいですかね。そうですね、一応順番ですと最初こちらの作業が、こちらですか、はい、第一工程になりまして、うんうんうん、はい、入庫した車がノーマルの状態なんですけれども、うんうんうん、こちらをまず内装を外していくような感じで、はい、なるほど。豊田さん、はい、今ハイエースワゴンのバンパーが外れましたね。そうですね、こちらでは一旦お車をバラバラにするところからがスタートっていう感じなんですかね。そうですね、基本的にはあの、はい、後ろから荷物を出していくような形になりますので、最初にバンパーを外してしまって、うん、傷がつかないような状態にして、はい、うんうん、物を取っていくような形になりますね。なるほど、はい、フレックスの内装仮装って、はい、店舗で見ると、まあ、床張りしてあってとか、はい、シートが交換してあるものとか様々あると思うんですけど、はい、本当の本当の最初は純正のハイエースワゴン10人乗りなんですね。あ、そうですね、基本的にはもう、はい、ディーラーさんから出荷された状態からスタートなので、はい、これはなかなか手間がかかってるな。豊田さんから見て、はいはい、この工程で意識するべきポイント教えていただきたいです。あ、はい、新車の車をベースに作っておりますので、確かに傷が一番気を使うところではありますね、うん、はい、うんうんうん、店舗に行った際に、うんうん、新車なのに傷があってはやっぱお客様に対して失礼になってしまいますので、第一にその傷をつけないこととちゃんと養生することと、外した部品に関してもちゃんと保管をして最初あった状態で戻すっていうことがやっぱり一番心がけていることになりますね。なるほど、はい、ありがとうございます。今後ろで行われている作業って4列目のシートを外そうとしてるんですか、ね、あ、床ごと張り替えてしまうので、はい、シートに関してはあの一回全部外すような形になります。そうなんですか、はい、床張りをするためにシートを外す。そうですね、全部外さなければやっぱり下のカーペットも外せないので、店舗の皆さんに床張りって大変なんだぞっていうのがなかなか伝わらなかった部分もあるので、そうですね、はい、今回の絵でいやここまでしてやっと精度の高いクオリティの高い床張り作業とか内装工事ができるんだなっていうのを再認識できました。ありがとうございます。そうですね、はい、はい、続いてどんな作業を教えていただけますでしょうか。あ、続いての工程はこちらになるんですけれども、はい、じゃあちょっと近くにお願いいたします、はい、あ、空っぽですね、はい、まず第一工程で行った純正のシート、はい、うんうんうん、カーペットを全部取っ払った状態になりまして、はい、でそこから床板を張り替える作業なんですけれども、床板を張り替える、はい、なるほど、まずそのベースとなる、まあ、板で作った床板を張るんですけど、うんうん、張ってから約1日置いていくような形で、うんうんうん、完全にくっついた状態から2日目の作業の工程になりますね、うんうんうん、なるほど、はい、床張りを行う時って、はい、先ほど豊田さんおっしゃられたように、はい、1日、はい、重しを乗っけて密着させる工程があるじゃないですか。そうですね、はい、あれって、はい、お客様からすると見えない作業工程だと思うんですよね。そうですね、はい、あれをじゃあ例えば、はい、1時間とかにしてしまった場合って、はい、どんな被害が出そうですか。くっつく時間が少なくなってしまうと、はい、その後ほど床がちょっと浮いてしまったりだったりとか。浮いちゃうんですかやっぱり、はい、あとはその傾きが出てしまったり、うん、後々に不具合が出てしまうので。なるほど、はい、今、はい、その床張りを行って、はい、で先ほど重し乗ってたので、はい、1日寝かせた後の、ね、はい、状況なんですよね。こちらがそうです、ね、こちらに関しては、はい、そうですね。今床削ってるように見えるんですが、はい、これは何をされてるんでしょうか。重りを乗せた時に多少の段差というものができてしまいます。フローリングを張った時に目立ってしまう、うん、
なので今段差の合わせる処理をこちらで行っておりますね。なるほど、はい、これはその1枚の大きな木の板をポンって乗せてるわけではなくて、はい、実はつなぎ目があると。そうですね、基本的には、はい、でそれを真っ平らな滑らかな状態にするために、はい、こういった作業が行われるんですね。そうですね、はい、でもこの上から貼り付けるポンリウム材とかは1枚なんですかね、はい、あ、そうですね、ポンリウムに関してはもう1枚もので貼り込みますので、その時点で違和感とか段差がないようにしたいっていうのが、うん、こちらの工程がかなり重要になってきますね。へえ、はい、ありがとうございます。はい、豊田さん、はい、ご説明ありがとうございました。はい、床張りの工程も、はい、なんか技が光ると言いますか、ここまでやってるんだっていうのがもう驚きの連続というか。そうですね、はい、工場内に入っている車両が3台ということですので、はい、まあ、最終工程に近いものになっていくのかなと思うんですけれども。そうですね、はい、こちらの工程の作業説明をお願いいたします。はい、先ほど貼った床板の上にフローリング材を貼っております。うんうん、フローリング材を貼った上で土台となる家具を配置するような形になります。なるほど、これはポンリウム材も貼ってあって、はい、でその上から家具も組み立てているような感じなんですかね。そうですね、家具を配置を決めて今つけているような状態ですね。はい、こちらの工程の難しいところといいますか、はい、見どころって何がございますか。フローリング材に関してはシワだったりとか、はい、ズレだったりとか、はい、中に異物だったりとかが入ってしまうと、うん、仕上がりの時に確かに不自然になってしまうんです。うんうんうん、なので張り込みがやっぱり一番重要なところになりますね。うん、なるほど、はい、確かにそうだよな。この作業をこれ月間多い時でどのぐらい行うんでしたっけ。波があるんですけど、はい、一番多い時ですと180台ぐらいっていうのが過去にはありましたね。はい、もうその台数をこなされたプロのスタッフの方たちが、はいはい、まあ、常駐でこちらでハイエースの作り込みをずっと行われてるわけですよね。そうですね、はい、そっか、この車は先ほどまでじゃあ座席全部外します、はい、床張りの施工を行います、はい、でその後なので座席が戻ってるんですよね。あ、そうですね、床材を張ってからシートを戻します。それから、家具の配置を決めなきゃいけないので、うんうん、先にシートを戻すってことは、必須作業になりますね。はい、へえ、なるほど。ちょっと横からも見ていいですか。はい、豊田さん、はい、こちらの内装は、はい、フレックスのどのシートオレンジでしょうか。こちらはですね、リラクシングのノットレザーの施工になっておりますね。あ、はい、リラクシングのノットレコード生地の仕様ですか。はい、そうですね、はい、もう今大人気の仕様で2列目の純正のシートを残しつつ、はい、3列目を取り外して、はい、まあ、グッと雰囲気を変えた内装なんですよね。そうですね、はい、バラバラの状態で見ると面白いですね。そうですね、まだ家具だけの状態なので、はい、これからマットが乗ったりとかしてだいぶ雰囲気が変わるとは思うんですけど、はい、あ、なるほど、はい、いい感じの色合いのブラウンと黒の茶木目、はい、振り幅としてはいろんなお客様に気に入っていただけそうですよね。そうですね、うん、はい、ありがとうございます。豊田さん、はい、そういえば触れられておりませんでした、はい、この背景にたくさん段ボールがあるじゃないですか。はい、あ、はい、これってあれですよね、後ほど控える作業用の備品の数々って感じですよね。はい、そうですね、ハイエースに組み付ける用の家具だったりマットだったり、はい、あとはその床材だったり床板だったりという全ての材料がこちらに積み上げられておりますね。はい、なるほど、何台分ぐらいのパーツが今ここにあるんですか。そうですね、こちらに関しては今50台分ぐらいは、はい、50台あると思いますね。はい、でもこちらの拠点に取材しに来て、はい、お車の台数でいうと15台あるかっていうぐらいの、はい、そうですね、はい、フレックスの規模感的にここにこの台数しかないのがすごく驚いたんですけれども、はいはい、それは回転が早いからっていう感じなんですか。そうですね、基本的には4日で1台ぐらいがルーティンしているような感じなので、はい、入ったものに関して出てくるものっていうのがありますので常に流動的な感じになっておりますね。はい、さらっとおっしゃられましたけどかなり高度な仕事の組み方というかそうですね、はい、だってフレックスで言うとやっぱ年間数千台とかのハイエースの販売があると、はい、
という中で、はい、必要な部材を必要な数だけタイミング合わせてこちらに集める。で、そうですね、そこに合わせてお車も手配する。そうですね、はい、で最短で、作業を行って出荷を行う。そうですね、はい、豊田さん口数少なくこう柔らかくさらっとおしゃべりされてますけどこれだいぶ違和感ありますね。そうですね、これができちゃってるっていう環境、はい、だいぶ違和感ありますね。あ、そうですね、不思議です。はい、ここに車が300台400台あって東京ドーム1個分ぐらいのパンパンの配送センターみたいな感じになってるのかなと思ったら、はい、意外とそうでもなくすごいミニマルに立ち回られて、ね、はい、いや驚きの連続でした。本当にありがとうございます。はい、豊田さん、はい、画面変わりまして、はい、またあまり映像になることのないシーンを撮れてるのかなと思うんですけれど、はい、こちらは何をされている状況でしょうか。床張りした後のフローリング材のカットに入っているような状況ですね。なるほど、はい、これのカット裁断もこちらでされてたんですね。型取りをして、はい、床張りした上に貼り付けていくような感じになりますので、はい、これ先ほど手元取らせていただいてましたけど、もうスケールでミリ単位でのこう墨出しというか、はい、細かな技術が必要とされそうな場所ですね。そうですね、ここで結構はい、仕上がりの重要度が、決まってきますので、はいはい、やっぱりここはかなり慎重にいかないと、うんうん、作業の後々響いてくるような感じになりますね。はい、なるほど。先ほどあの床材がまあ4つに分かれていて、はい、あれをサンダーで鳴らして、はい、上のやつって1枚なんですかみたいなことを聞いたと思うんですけど、はい、やっぱ1枚でしたね。そうですね、こちらをやっぱ1枚で貼っていくので、はい、かなり重要になってきますね。うんうんうん、なるほど、はい、ちょっとつかぬことをお伺いしますが、はい、季節によって難しさって変わったりするんですか。カットした後にボンドを吹いていくんですけども、はい、そのボンドっていうのがその寒い時あったかい時によって散り方が違うのがあるんですよ。はいはい、なのでダマになってしまってもうまく張り付かなかったり、うんうんうん、逆に水っぽすぎても動いてしまうような感じになってしまうので、うんうん、その辺がやっぱ気温とか湿度によってちょっと左右される形になりますね。なるほど、はい、ありがとうございます。豊田さん、撮影も長くなりましたがいよいよ終盤ということで、はい、状況説明をお願いいたします。出来上がった車を長野の店舗に配送する形になっております。はい、なるほど、ランクルハイエース長野店にこれからこの完成したお車が出荷となる。そうですね、はい、あ、なるほど。こちらの豊田さん含むスタッフの皆さんは車にこう傷をつけることもなく完成形へと施工を行ったわけですよね。今までの動画をこう見てきて視聴者の方も自分もそうですけれども、こんなに難しいことされてたんだなと。普段のスタッフそしてお客様の見えないところでの創意工夫とか企業努力みたいなものが伺える内容になったのかなというふうに思います。あ、今ちょうど扉が閉まりましたね。車が運ばれていく、これ日常茶飯事ですよね。あ、そうですね、こちらに関してはもうそうですよね、はい、施工したら随時配送という形になっておりまして、はい、なるほど、まあ、1日でも早く店舗やお客さんに届けられるように、はい、うんうん、こちらも進めております。なるほど、ありがとうございます。以前の備品工場でも豊田さんと共に撮影を行いましたけれど、この拠点に車が入庫して出荷するまでだいたい何日ぐらいっていうところでしたっけ。そうですね、基本的には4日間で考えておりまして、施工に関しては、はい、2日間で、うんうん、ノーマルから完成までっていう形を取っております。すげー、いやー、ありがとうございます。非常に見応えのある動画でした。皆さん豊田さんをお忘れなく、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。